お久しぶりです。カズサこと、タイカズサです。今回はスペシャル編ということなんですけど、なぜここかと言いますと、今から稽古現場に突入しちゃいます。それでは早速行ってみまーす。お邪魔しまーす。なんか献身的なんだよね。いよいよ使えるやつなんだよ。皆さん、お芝居やってますよ。ちょっとインタビューしてみたいと思います。そりゃねえだろ。すいません。あれ、たっつん、バレた。なぜここに。という小芝居は置いといて、はい、私も2年 A クラスの一員なんですよ。そうなんですよ。私たち A クラスのリーダーとサブリーダーです。そうなんですよ。で、梶山にょりにょりでおなじみのみのりんも同じ A クラスなんですよ。そうです。ところで、タッツ、はい、今何してたんですか？今は卒業公演の稽古をしていました。そうなんです。私たち2月25日に卒業公演を行います、はい、行います。それでは早速お知らせしちゃいます。でれーん。まず日付から、はい、2月25日の日曜日です、はい、昼が14時から、そして夜が18時半からとなっております。はい、笑いあり、アクションあり、感動ありの1日2公演で大家族の物語となっております。なっております。そして今回なんとなんとダブルキャストなんです。そうなんですよ。あ、どうした？いいこと思いついちゃった。何？僕たちの演技指導、うん、演出してくださってる五道先生に話を聞くというのはどうだろうか。いいと思う。じゃあ呼んでみようか。うん、せーの、五道先生。はい。わー、五道先生。それでは一言よろしくお願いします。はい、演出を担当してます五道です。このお芝居は家族と兄弟の絆をテーマにしたアットホームコメディになってます。とても楽しめる作品に仕上がってますので、ぜひお越しください。ありがとうございます。いや、出演する私たちもワクワクドキドキです。できるもう一度大事なことなので詳細をお知らせしたいと思います。はい、待つ人々、2月25日日曜日でございます。お暇な方ぜひぜひお願いします。昼公演14時から、夜公演は18時半からとなっております。チケットは前売り1000円で、当日券は申し訳ないんですが1500円となっております。ぜひね、前売りを買ってください。場所は場所ですね、庶民ミュージックカレッジ専門学校本館の2階のバリオホールでやっております。はい、ぜひぜひ見に来てほしいですね。見に来てください、お願いします。よし、それじゃあみんな集合。